はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今ですね、大阪の、新今宮、はい、こちらにおりますね、はい、これからですね、南海鉄道の特急ラピートに乗りたいと思いますね、はい、初めてだね、ラピートベータ、イエーイ、来た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 、うわ、かっこいいね、かっこいい、ただいま、大阪には大阪の列車が11時7分発の列車をなめきして、おー、すげー、かっこいいな。大阪には乗車券と特急券が必要です。よし、じゃあ2号車だ、行きましょう。はい、はい、2号車、おー、これがラピート、789、あ、ここだ、ここここ、あ、動き出したよ、テーブル、まさかテーブルが、テーブルあんの？テーブルあった。すごいな。すごい。すごいね。シートどうよ、これシート。シートすごいこれ。窓が丸いね。次は足元も広いね。足すごい。足伸ばせるぞ。ラビットだって全然このじゃん。どっかに当たんない。いけるいける。これちょっと後ろにこれ食べてみて、食べてみて、ぐらいに、おお、よっしゃ、いいねー、まさかさ、ほら飛行機に上に荷物しまえるようになってる、本当だ、やばしました。はい、なんかさ、ラピートのヒーローいたけど、ラピートルジャー、ラピートルジャーだって初めて見た、こんなヒーローいたんだ、ラピートルジャー、大丈夫これからですね、特急ラピートのホースの覚醒号、こちらに乗りたいと思います。はい、はい、楽しみだね。はい、基本的には中はラピードと変わらないかな、はい、外側のラッピング全部見ていきましょう、はい、ピャッとね、はい、出発しちゃうんで、はい、カイロレンでしょ、はい、どんどん行こう、 EB8 とレイダー、はい、2号車はフィンだね、はい、ここでフォースの覚醒って書いてあって、これキャプテンファズマだね、3号車にはお、ファーストオーダーストームトルパー、これインパクトあるな、ポーダメロン、いいね、4号車中ばっか、 R2 と 3PO、 はい、インパクトあるな、で5号車ファズマ、ライトセーバーのフィン、はい、いいね、 BB8 とレイダー、はい、おお、最後に、最後もう一度カイロレン、はい、かっこいい、かっこいい、ちょっと顔見よう、すごいね、真っ黒のラピートだね、はい、じゃあ乗りましょう、はい、最高です、あ、今回ね、スーパーシートにした、はい、ちょっと広い、広い、でかい、でかい、すごいね、あ、こちら席移動できるんだね、動かせます、すごい、テーブル出してみます、あ、出せる、出せる、でかいんじゃない、あ、同じテーブルか、同じテーブルやね、うん、でもこの間がでかいね、すごいね、うん、広く取ってやる、スーパーシート片側に2席で反対側1席なんだね、はい、なるほどね、どうしました、レイがいる、はい、これも BB8、 はい、そこで、で、あっちにもっと学生って書いてあるね、そうだね、両方同じ感じに書いてあります、で、こっちが、こっちが B、 ファーストオーダーストームトルパー、はい、すごい、あと C3PO と R2D2 とシューバーカーがいます、いいね、ファズマ、こっちにキャプテンファズマのね、はい、で、反対側がフォー、フォーダメロン、はい、いいね、で、こっちと、え、おっと、すごい、 R2D2 だこれはサプライズだね、びっくりした、
これ置いてあるんだ。で、後ろに回路にあるの。はい。すごい、これは。すごいね。うん。なんかね、隠しボタンとかないのかな。ボタン押したらこれが喋るとか、そういう機能あればよかったり。はい、ということで今回は特急ラピートのフォースの覚醒号でしたね、はい、素晴らしかったね、はい、中にいっぱいキャラクターのラッピングがあってよかったね、はい、外側もね、あとアルツもいてよかったね、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。